この後の天気をお伝えしていきます。ではまずはいただいておりますリポートから見ていきましょう。群馬県の方からです。青と青空、暖かくなりました。歩くと暑いくらいですとのコメントをいただいております。山口さん、今日の西東日本は非常に青空が穏やかですね、はい、そうですね、まあ、これね、猫上を見上げて何を思うかってところなんですけれども、はいそうですね、本当に、ね、真っ青なんですよ、うん、全く雲がないところも多くなっていまして、はい、まあ、関東などもこの後安定した晴れの天気が続いていきそうなんです、はい、こちらがひまわりの可視画像なんですけれども、はい、これですね、本当に雲がない領域が関東ですが、うん、甲信、東海、近畿など西日本にかけても大きく広がっているんですね、はい、で今日は今だんだんと冬型気圧配置に移ってきていまして、まあ、日本海側の方はこの後も雨や雪の降るところあるんですけれども、太平洋側は概ね晴れとこういった動きを取っていきそうです、はい、でこの後の降水予想をご覧ください、動かしていきますと、今お話しした日本海側には日本海からの雲の流れ込みが続いていきそうなんです、特に夜になってくると雨雲、雪雲が発達をして、まあ、強く降るところが出てきそうです、うん、ではお天気アイコンでまとめて見ていきましょう、はい、全体的には日本海側と太平洋側で、天気の変化が大きい、まあ、冬の特徴ですね、まあ、そういったものが出ます、はい、まあ、金沢、伊北に関しては雨、そして北海道は雪、太平洋側の方は、日差し出るところ多くて安定した晴れなんですけれども、はい、東北の太平洋側に関しては、日中もにわか雨、にわか雪、ところどころでありそうです、うん、でもう一つが沖縄ですね。こちらの方は大きな雨アイコンつけています通り、降ったり止んだり、一時的にざっと強まることもありそうです、うん、はい、この後今日の夜の雨の降り方にもお気をつけください。そして気温も高いですね。西東日本ではだいぶ日差しのぬくもりもありそうですか。そうなんですよ。もう関東から西の太平洋側では15度以上といった地点も増えてきているんですけれども、はい、この時期としてやっぱり気温高めということに今日もなりそうです、うん、ただ昼と夜の気温差また大きくなりますので、まあ、服装の調節などは要注意となりそうです。はい、この後も体調管理お気をつけください。